皆さんこんにちは、岡山リベッツ監督の白髪です。前回の動画に続き、今回の動画は2020年1月26日の埼玉戦をご紹介したいと思います。今回の動画は岡山リベッツの侍こと吉田正樹選手 VS 陣拓こと、埼玉の陣拓也選手の2番のシングルスです。この対戦は1週間前の全日本選手権でも対戦しており、その時は吉田選手が勝利しております。しかし、セカンドシーズン T リーグ大活躍の陣拓也選手は一筋縄ではいきませんでした。戦術製造機吉田選手と勢いのある陣選手、試合巧者の吉田選手が勝つか、それとも団体戦の強者陣選手が勝つか、楽しみです。それではご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。吉田選手の鮮やかな逆転劇でしたね。前半はサーブ、陣選手のサーブレシーブに苦しめられていましたが、さすが戦術製造機といった吉田選手の作戦変更でした。さて、私が今回注目したポイントは3点あります。まず1点目です。吉田選手のレシーブです。前半吉田選手はチキータやフリックが多かったのですが、徐々にですね、ストップにレシーブを変更していきました。特に陣選手のフォア前にストップが増えてきたと思います。このフォア前にストップをしたことにより、陣選手がフォアで対処しなくてはいけなくなってきたので、返球もですね、甘くなってきて、攻撃につなげていけたということが第一のポイントだったと思います。そして2点目です。陣選手のバックハンドに対しての作戦変更です。この時陣選手は両面に粘着性ラバーを使用しており、特にバックハンドのボールがですね、それはそれは癖がすごいようです。結構試合を見てると、他の選手もですね、試合中に陣選手のバックハンドに対してのミスをすることが多いように思えます。このバックハンドに対して回り込んでですね、逆にそのボールを利用されて、苦しい展開に吉田選手はなっていました。そこで中盤から
後半にかけてですね、吉田選手は回り込みの回数を減らし、回り込む場合は思い切って強く打つ場合のみ回り込むように作戦変更していきました。他は無理せずにバックハンドで対応しですね、逆に前半吉田選手がやられてたパターンをですね、後半になって吉田選手が仁選手に対してやる展開になってきたと思います。そして3点目です。5ゲーム目の1本目の吉田選手のレシーブです。さて皆さん、この5ゲーム目の1本目のレシーブ、吉田選手がどんなレシーブをしたか覚えてますか？思い出せない方は今すぐ巻き戻してですね、確認しまたこちらに戻ってきてください。本人には聞いてないのですが、おそらくですが、仁選手は吉田選手のストップ、フォア前ストップですね、特にそれが嫌がっている、だからストップをさせないためにロングサーブを出してくるのではないか、ロングサーブを出してきた場合回り込んで仁選手は強く打ってくるのではないか、よしではフォア側にレシーブしようと思ったのではないでしょうか。本人には聞いてませんが、間違ってたらすいません。この1本を見たときに今日は勝ったなと思いました。緊張した場面や競った場面で冷静に判断し相手の逆をつけるというのはやっぱり自信がある証拠だと思います。ここからは吉田選手が試合後に控室ですね、冗談交じりに言っていたことなのですが、こんなことを言ってました。やばい、全日本のヒーリングが残ってる、自信しかないと笑いながら言って、控室が盛り上がったのを覚えています。全日本で自身ベスト4に入り、かなり自信を取り戻したのではないでしょうか。実際にこの後の T リーグでの活躍は本当にすごかったです。解説とは違いますが、やはり選手が試合で勝つ、強くなるためには自信というものは必要不可欠なものだったのではないかと思います。そんなことを感じさせてくれる今回試合だったと思います。それでは今回の動画解説はこの辺りで終わりたいと思います。次回の動画はですね、3番シングルス森薗政隆選手 VS モーレ・ゴード選手の3番シングルスです。この試合は真逆のタイプの選手の死闘となり、とても面白い試合です。しかし実はこの時森薗選手はですね、ちょっとここでは言えません。次回の動画を楽しみにしておいてください。最後に、こちらの岡山リベッツの YouTube チャンネルを登録されてない方は今すぐ登録をしてください。またですね、いいねやたくさんのコメントをお待ちしております。それではまた次回。